皆さんこんにちは、おちかいと良縁団団長です。本日のテーマはこちら、10代20代の同志たちへ腕時計の買い方、高級時計を諦めることなかれということでお送りしていきたいと思います。普段10代20代の方たくさん実はこのチャンネル見ていただいておりまして、10代の方で例えばですけど、レベルソ買いましたとかエルプリメロ買いましたなんていうコメントもあるんですよね。これは非常に嬉しいことでございます。ということで今日の内容はこんな感じになっております。まず最初に高級時計とはいくらぐらいなのかという、そういう括りについてのお話ですね。そして続いてどう選べばいいのか、ここをちょっと厚く話していこうかなと思っております。そして最後に買い方、この順番でお話していこうと思います。本日も最後まで楽しんでいただければ幸いです。それでは行ってみましょう。憧れの時計は遥かに遠く、故に私たちはどこまでも。男の夢、紳士の癒し、理想の時計を身につけた理想の自分に出会える場所。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。はい、ではまずは高級時計という括り、これは一体いくら以上のことを言うのかということについてなんですが、これはですね、厳密には決まってないですよね。実際5大ブランドみたいな絶対的評価があるものに関してはそれはもう高級時計という括りでいいかと思うんですけれども、その他に関しては相対評価かなと思います。例えばセイコーの中で言うと、グランドセイコーは高級ラインですけど、プロスペックスは一体どうなんだと言われると、まあ、確かに高級な時計60万円を超えるものとかもありますけど、プロスペックス自体は5万円とか10万円のものもあるんですよね。そうするとそれは高級なのかというと、まあこれはもう本当に感じ方次第だなと思いますね。使用者の年齢、あとは時計のジャンル、このあたりでも異なるかなと思います。で、今回のテーマは10代20代の方向けということなので、まあ、これは個人的な見解ですけど、実用機、シンプルな機械式のものであれば、まあ20万円以上のことかなと思います。あとは多機能なスポーツウォッチですね、ダイバーズウォッチですとかクロノグラフとかですね、それ以上のスポーツウォッチであれば、まあ40万円以上のことを言うのかなと思いますね。で、冒頭でも少しお話しさせていただきましたけど、例えばバイト代を貯めて100万円の時計を買った10代もこれもいるわけですから、ここまではなんとか無茶のない範囲なのかなと思います。200万円300万円となるとちょっとなかなかここは現実的ではないなと、ハードルが高いなと思うんですけれども、まあでもそれもですね、バイトの仕方次第とか貯め方次第ではなんとか手に入る範囲なのかなと思いますね。まあ、なのでこのあたりは高級時計だなと自分で思うレベルであれば、それは高級時計と思っていいんじゃないかなと思います。さて、では実際選び方ですね、高級時計といってもどうやって選べばいいんでしょうかというところなんですが、これはですね、まず憧れを見つけていただくのがいいかなと思います。わかりやすいですよね。店舗で見れるのが一番いいかと思いますけれども、いきなり店舗に行っていい時計探すってなると結構ね、最初はびっくりしちゃうというか、ビビってしまってこう店舗でおどおどしちゃうということもあるかなと思いますので、まずは雑誌や動画で知っていただいて、それからそれをめがけて店舗で実物を見るという流れがいいかなと思いますね。あとはですよ、実際に現実的に買えるかどうかという判断、これをしなければいけないんですけれども、これは予算との兼ね合いですね。で、例えばバイト代を貯めるなりして買えるレベルなのであれば、これは予算範囲内のなので、買い方を考えていただければいいのかなと思います。で、買い方については後ほどですね、お送りしていきます。では、予算を超えている場合、例えば予算が50万円で100万円の時計に憧れてしまった場合、これは一体どうすればいいのかということですね。はい、これはまあ予算内のものを探し直していただくのがいいのかなと思いますけど、憧れに向かってそのまま突き進むのもありですよね。うん、このあたりも楽しいところなんで、ぜひ迷ってほしいところなんですけど、やり方としてはですね、憧れのブランドについて勉強してみるっていうのが結構いいのかなと思ってます。例えば100万円のものだったり200万円のものだったり、憧れの時計というものに出会った時に、そのブランドだったりとか、そのモデルの背景みたいなとこですね、時代背景やコンセプトを知るっていうこと、これが結構重要なんじゃないかなと思うんですよね。で、そういう時計、まあ、全てそうなんですけど、全てのデザインや機能、これには根拠があるんですよ。例えば同じ時代背景のものであると、同じデザインのことっていうのは実は多いんですよね。
そういったことを知ってるとか知らないとか、まあ、これでつける意味がかなり違ってくるのかなと思いますので、ぜひブランドについては深く知っていただきたいですね。まあ、例えばですけど、同じ時代同じコンセプトで作っていたブランドというとですね、例えばロレックスのオイスターとパネライのラジオミール、このあたりが大体同じぐらいの時代になるんですけど、やっぱりコンセプト近いですよね。防水時計という意味では価格帯大体一緒ですけどね。うん、そんな感じでですね、実はこのブランドの歴史背景というところを見ていくと面白いものたくさんあってですね、価格帯という意味では今回私がこのおすすめしたい20万円とか40万円というレンジ、ここに入ってくるブランド多数あるんですけど、例えばボーム&メルシエというブランドがありますね。価格帯そこまで高くないんですけれども、実はもともとは複雑機構に強いブランドなので、スイス時計といえば複雑機構ですからね、そういったところに強いブランドが今は割とリーズナブルな価格帯で作っていると、まあ、そういう背景から今に至るものであれば、これは狙いどころかなと思いますよね。あとはロレックスに近いもの、ロンジンというブランドがありますけど、これもともとアドベンチャーウォッチとして名を馳せたブランドですから、やっぱり当時同様に作り方今はかなり丁寧ですよね。丈夫な時計という意味でしっかり作っていますから、これも歴史を感じるものとしてはおすすめできるものかなと思います。あとはモーリス・ラクロワとかもですね、このあたりも狙える価格帯なのかなと思うんですけど、実は貿易商ですよね、もともとはね、時計屋さんじゃないんですよね。というところで強みとしては、流行っていた時計、当時流行っていた時計、まあ、今もそうですけど、どういう時計が時計好きに受けるのかというのを貿易商だからこそ知ってるものっていうのがあるんですよね、まあ、そういう強みも活かせると思いますね。あとはオリスとか、このあたりも狙いどころかなと思うんですけど、オリスというブランド、真のスイスウォッチとは何ぞやということをずっとですね考えながら時計作りを行っているブランドなので、スイスウォッチデビューとして非常におすすめできるブランドなんじゃないかなと思いますね。まあ、そういったところでですね、例えば3大ブランド5大ブランドというところに憧れて時計好きになっていったパターンでも、実はこういう低い価格帯でもコンセプト的に近いものというのは必ずあります。そういうものをぜひですね探してみて、その歴史背景を知っていって、より好きになってから選んでもらうというのがいいのかなと思いますね。でもし低い価格帯でピンとくるものがあれば、憧れの時計がもちろんありながらですけれども、低い価格帯のものでまずはチャレンジしてみるっていうのはありかなと思いますし、憧れのモデルにとにかくそこ以外は見えないんだよねっていう場合は、もうそれが買えるまでステイでいいと思いますね。言い換えると、それが買えるまで頑張りましょうということになるかなと思います。でですね、今回ブランドについていろいろざっくりお話をしたんですけども、歴史動画の再生リストでまとまってますので、ぜひですねそちらでお勉強していただければ幸いでございます。あとは基礎知識動画ですとか、モデルの深掘り動画、このあたりも再生リストでまとまっていますので、これから高級時計知っていきたいなと思っている方は、ぜひそちらでお勉強していただければ幸いでございます。あとはですね、こういう動画も出してくれみたいなリクエストがあれば随時受け付けておりますので、そちらもコメント欄にてお願いいたします。はい、そしてですね、最後に買い方ですけれども、もうこれはですね、お金を貯めるかローンを組むかどっちかしかないんですよね。なので、まあ、おすすめなのはできればお金を貯めて買うのがいいかなと思いますね。10代20代の方であれば、一生懸命貯めて買うっていうこの経験すごく大事だと思うんですよ。やっぱり一生懸命働いて貯めて買う、これ意味があるじゃないですか。そうやって憧れのものを手にしていくっていうことはですね、かなりこれは何ですか、他に変えがたいというか、変わるものがないですよね。この喜びはぜひ味わっていただきたいなと思うんですよね。まあ、なので、そのいつ買うか設定した上で、その予算を設定した上でお金を貯めて購入するというのがいいかなと思います。まあ、いろいろそうですね、ここに追加しておくとするのであれば、チューダーとかロレックスであったりとか、まあ、このあたり値段が上がっていっちゃったりするので、お金を貯めてるうちに価格が上がっていってしまって、貯めるスピードと上がるスピードが同じっていうことも多々あるんですよね。なので、こういうものに関してはちょっと思い切ってローンっていうのもありかなと思いますね。まあ、ただローンはですね、組めるならありかなと思うんですけど、無金利に限ると思いますね。あまり金利が高いものっていうのはどうしてもおすすめできない、金利が負担になっちゃうと、それでつけてる意味とかっていうのは薄れてきちゃいますからね。時計をするたびにこの金利が頭をよぎるってあんまり良くないですよね。なので、組むのであれば、まあ無金利までにしときましょう。10代の方だと審査が通らないと思うので、もうお金貯めるしかないと思いますけどね。
20代社会人の方で1年2年働いている方であれば無金利ローン普通に20万30万であれば通ると思いますので、そのあたりはお店の方に相談しながら進めてみてください。はい、なんで金利が高いカードの分割とかリボ、ここはですねおすすめしませんので、チャレンジしない方がいいと思います。はい、といった感じで今日はですね10代20代の同志たちへお届けしたわけでございますけれども、ぜひですね高級時計チャレンジしてほしいなと思いますね。まあ時計離れなんて言われてる世代ではありますし、いろいろ時計離れの世代だからこそいろんなメーカーがいろんなことにチャレンジして、今10代20代の方に時計の良さを進めたいなっていう風な動きが見られるんですけど、正直そうじゃないよねみたいな動きをしているところも多数ありますよね。そういったところにぜひですね皆さん意見していただけると嬉しいんですけどね、どうなんでしょうね。はい、あとはですねここコメント欄でぜひ兄貴たちの意見も伺いたいところでございますので、まあ、私同様30代40代の皆さんですね、ぜひこれから時計を買おうとしている10代20代の皆さんに向けてアドバイスいただけると幸いでございます。ぜひですね憧れで終わらせず、手に入るものと認識して計画的に進めてみてほしいと思います。皆さんの時計購入応援してますので、ぜひ頑張ってください。ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。今回の動画いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。毎日更新を目指して頑張っていますので、次回も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。それからツイッターもやってますので、ツイッターのフォローもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。